長い間育んでくれた町を学校へ、さようなら。本当にありがとう。そんな思いのよくもが、本当にありがとう。僕はもっともっといつまでもみんなと一緒に暮らし、楽しく暮らしたいんだ。自分の息子娘が、まあ、このような言葉を言って戦地に行くっていうのを親の立場で考えるとすごい辛いですね。愉快に勉強し、みんなにうんとご恩返しをしなければならないんだ。春は春風が都の空に踊り、みんなと川辺に遊んだって。死にたくないんだなっていう気持ちはあるのかなって思います。春は春風が都の空に踊り。これは太平洋戦争末期、ある特攻隊員が残した肉声です。隊員が乗り込んだのは、人間魚雷、回天。出撃すると、生きては帰れぬ特攻兵器です。肉声は次第に激しい言葉に。まあ、悪く言えば洗脳されとったというかね。前段と後段ということで分かれているところに人間の苦しみがあったと。70年の時を超え、回天の島に2つの心が響きます。水中の格闘技と呼ばれる水球。イギリス生まれのこの激しいスポーツを日本に導入したのが慶応義塾大学です。104年の歴史を持つ慶応水球部で、今も伝説として語り継がれているゴールキーパーがいます。塚本太郎さん。太郎さんは水球日本代表メンバーにも選ばれた名選手でした。太郎さんの一回り下の弟、雄作さん。もう兄も子取ったし、私も学校行くとき取ってるから。東京の裕福な家庭に育った太郎さん。4人兄弟の長男で、人一倍家族思いでした。人には優しい。だからユーモアがあった。非常に子供たちを可愛がりましたね。でね、戦前はここまであったんですよ。今名が住んでますけど、あ、そうなんですね。ここに塚本家がありました。でここら辺から親戚がみんな集まって、こうやってよく写真をそこで撮ってたんですね。戦前ここら辺に住んでる子供たちをよく面倒見てたんでね。そこで僕はもう一つ思い出があるのは、その前々年ですか、神宮外苑の学徒帰ってきて、その時入り口で玄関先でですね、びっしょびしょなんでね、なんでって話したら、雨がすごかったんだよっつって、靴なんかびしょびしょだったですね。1943年秋、戦況の悪化に伴う兵力不足を補うため、学生も徴兵の対象となりました。学徒出陣です。太郎さんが通う慶応義塾大学からはおよそ3500人が出征していきました。太郎さんの写真を今も時折眺める人がいます。本当にね、塚本だけは忘れられないね。同じ慶応出身の小俣義雄さん。小俣さんも学徒出陣で海軍に入りました。配属されたのは長崎県川棚町の魚雷艇訓練所。1944年夏、およそ300人の同期生とともに船の操縦や魚雷の発射訓練を受けていました。
訓練生の中に太郎さんもいました。同じ慶応の2人はすぐに親しくなりました。ちょうどサイパンが落ちた直後のその当時だったんですからね。それとみんながひそひそ話でね、もう日本はダメだっていうね、ささやきっていうか嘆きの声がね、みんな仲間のあれだからこうそうだそうだっていうようなことでダメなんだなっていうようなことで話が出るんですよ。それと必ず彼がね、ならねえって怒鳴るんですよね。俺たちがしっかりして後のやつのために頑張らないとダメなんだよ、そういうことを言ってるやつから負けるんだそういうようなことを言ってね、そういう精神すごい男だったですね。9月初め、突然訓練生全員が集められました。非常に気球存亡の今日本立場にあると、我々は何としてもこれを打開せにはならんから特殊兵器を作ったと。で、特殊兵器を乗る乗員を募集すると。その特殊兵器こそ人間魚雷回天でした。太郎さんは搭乗員に志願するも長男であることを配慮され選考から外れました。その夜、小俣さんは教官から相談を持ちかけられました。塚本学生がこれを持ってやらせてくれって願い出てきたって、いや弟子やらせてくれっていうことが書いてある。やっぱりは塚本はここまで思い詰めているのかと思って、小俣学生はこれをどう判断するかっていうの、お互いに無言でね、長い期間時間のような感じがしましたが、おそらく1分か2分じゃなかったでしょうかな。で、私が最後にそこできっぱりとね、本人がこれほど希望するのであれば本人の希望を叶えさせるのが本当じゃないでしょうかって言ったので、僕がまあ後しみたいな形になっちゃったんですがね。回転の搭乗員は志願した者の中から選ばれたと言われています。募集に応じ志願した一人、岩井忠正さん。だけどね、あの時におそらくね、俺は志願しないということはできなかったと思うね。だからね、俺は天皇のためには命は捨てないよと、というのと同じだけだからね。選ばれた隊員たちは瀬戸内海の島に送られました。そこで初めて回天と対面します。周南市、瀬戸内海に浮かぶ大洲島、太平洋戦争末期、回天の基地が置かれていました。島には基地の跡がほぼ当時のまま残されています。魚雷を人間が操縦し敵艦に体当たりする回天、搭乗員の命を犠牲にすることを前提とした特攻兵器です。これがね、貴様たちの棺桶だと、これは言われたの。これは貴様たちの棺桶だ。訓練を受けた搭乗員は1375人、皆20歳前後の若者たちでした。1944年11月、回天による特攻作戦が始まります。回天を乗せた潜水艦が大洲島から次々と出航していきました。大洲島の人口は現在234人、ピークだった1950年頃の
10分の1にまで減少し、開店基地を知る人はわずかとなっています。防波堤があるところ、そうだね、変じゃろ、先生かは、いいところ。工場銀六さん、開店の出陣を何度も目にしました。あの葬式を見てる、坊さんと神主と自然とか、国別基地っていうからあれか、ほんで菊水の旗が、それを南部を出すの。国家見てるやみんな八幡橋出てから乗りと上げよったりと。ああ、少尉じゃ、中尉じゃ、とさ、わしらが上の人に見えたから。シャバヨルトクを、映画こう行ってやか、頭が良かったんだろうなと思って思いよったりな。もったいなと思って。回転の基地ができてから、機密保持のため、島民と軍関係者は隔離されました。しかし、監視の目を盗んでの交流があったといいます。ここにおる間にその人らが、せめて一晩でも朗らかに酒を一杯飲み交わし、歌の一つも歌うて知る前に切あちゅう気持ちがあるわけよ。それわしらちょうど娘がおる家も知ってろ、連れて行っちゃうわけよ。死にゆく運命の若者たちにせめてもの宴をと島民たちはもてなしました。あの時も一人だけつったら、生きてる間に最後の一遍だけ楽しみに笑うて歌うとうて生きたちゅうていいやつですよ。これこれ難しいわの言うのは、用心すませとこ何でも言われるのを気をつけて、普通普通の別れでなんだけど、インド人だけは説得なせんのちゅうのを言った。太郎さんにも出撃の日が近づいていました。1944年11月下旬、突然太郎さんが東京の実家に戻ってきました。あそこら辺で、突き当たりになる。その時撮った写真です。出撃が決まった搭乗員は特別に帰省が許されました。しかし回転について話すことは固く禁じられていました。で、僕らも何にも聞けないし、わからないし、なんでどうってことは聞かないっていうのは、あれは戦争中の国民の感情だったんですかね。何も言わないし。帰省の理由を言わない太郎さんに、母育子さんは何かを感じたのか、親戚中を集めました。そうですね、母だけはちょっと覚えてますけどね。おそらくこの顔から見ると母なんか割合しそうな思いだったんだろうと思いますね。太郎さんと同期だった小又さん、長崎の訓練所で回転基地へと向かう太郎さんを見送りました。ただ、さよならってこうお互いがこう棒振れでね、別れたわけでしょ。で、連中は隊を組んでずっとええもん出てっちゃった。もうそれが
最後の別れだろうと思ってたんです。小俣さんは回転搭乗員の選考から外れ、魚雷艇の乗組員となっていました。1945年1月初め、瀬戸内海を航行中、上官からある指示を受けました。小俣少尉、打ち合わせがあるからこの艇だけはね、大津島へ行くと。だから船を大津島へ向けろと。小俣さんは大津島に上陸し、本部へと続く坂道を登っていた時、あっちから一人だけ歩いてくるんです、鳩場の方へ。でだんだん近づいてきた、そいつが塚本なんですよ。これがもう最後の別れだと思ってた塚本がね、ばったり現れたわけでしょ。本当にもう嘘みたいな感じだったですね、初め。あっちもびっくりしたんです、こっちとこう会った時。いやーっつってね、お互い立ち止まってこう向かい合ってね、したらその時に塚本がいきなりね、おいおまた、俺あさって出撃するよって言うの。出撃するよってあいつが言ったのがね、もう本当に精一杯の言葉だと思いますな、うん、それはおそらく出撃するなんていうことだって本来からや軍国士ですからね。出撃の前夜、太郎さんが訪ねていった人がいます。岩井さんです。同じ慶応でしたが、太郎さんとはその時面識がありませんでした。慶応での岩井ってのはいるか言うんですよ。いや、あ、俺だだろうね。やってきてね、二人で握手したんですよ。それを覚えてる。だからね、でもなんかね、用事があってきたわけでも、なんかね、話題を持ってきたわけでも何でもないんですよ。ただね、慶応での祝いっていう、そういう、まあ、縁、わずかな縁ですよね。だけど僕はね、あれが分かるんですよ。自分も同じ運命だからね。っていうのはね、どうせ明日出てね、今死にに行かなきゃならないんだけどもね、少しでもね、このシャバ、生きてきたシャバとのね、つながりをね、確認したい。つながりをね、思ったまま死にたい。つまりね、これ生きたいということなんですよ。死にたくないということなんですよね。それが、だけど死ななければならない。それがそういう、いう形でしか表せないんだな。1945年1月9日、太郎さんは回転を搭載したI-48潜水艦に乗り込み、大津島を出発。敵艦が停泊する西太平洋ウルシー環礁を目指しますが、一切の連絡がないまま潜水艦ごと消息不明となりました。攻撃予定日だった1月21日が命日とされました。天を巡らし戦局を逆転させると謳われた回転。しかし撃沈した敵艦はわずか3隻でした。回転で命を落とした搭乗員や整備員は145人、潜水艦乗組員と合わせ回転作戦全体の犠牲者は956人に上ります。ウスウス吸ってたけどな、知らん。あんまり成功率は良なかったけど、回転じゃ言うばっかりで、一つもその辺、成果上げちょらんちゅうが、我々の耳を入りやったじゃから、
あの時なしてやの産むのわしらでさえあのぐらい分かっちゃったんけ、はあ、ダメだしことはあの人らはまだよく分かってるはずじゃない。一人でもあれ、あの時いう勇気のある人がおられたかと思うんですけど、それの戦後、塚本家は自宅のそばで銭湯を始めました。年中ね、ご迷惑はかけてたんですよ。とんでもございません。バイエム。お風呂には行ってたんですけど、ここはもう私はもうこの太郎さんのお湯があるからうちにお風呂はつかない、作らないってやった。屋号は太郎湯、戦死した長男の名から取りました。悲しみに暮れる母を見かね、父たちが気晴らしにと始めさせました。封印してるっていうか、戦後仕事をやることで忘れようとしてたから、あんまり話出さないようにしてたんですよね。戦後、尾又さんは胸の使いが取れない日々を過ごしていました。戦死したの発表を見てね、あの時に俺がやっぱり長男だから班長、区隊長辞めさせた方がいいんじゃないでしょうかと、なんとか本人を直めさせた方がいいんじゃないでしょうかと言ったら、あるいはそうかって言って塚本をその線からやっぱり外したかもしれないんですよね。それを考えてね、僕はね本当にお母さんに申し訳ないなっていう気持ちになってたんです。終戦から15年、太郎湯の存在を知った尾又さんはすぐに駆けつけました。お母さんにお目にかかったんですよ。実はあの募集の会議の募集の時に、開店の募集の時にね、初め塚本君はあの長男だから外れたんですと、もう私があの時にダメですということを言えばよかったのにと、本当に申し訳ないことをしましたっつってお詫びしたんですよ、お母さんに。ただお母さんが僕は素晴らしいと思った。太郎はそういう子供でしたっつってね、ご心配なくして、要するに私はね、太郎はね私の子ではあるけどね、私の子供でないような気がしてました、お国のためにね死んだ当たり前ですということをご返事なかったの。僕は本当にこの時頭が下がると同時にね、それでも胸の使いが降りたんですよ。今こう泣ける兄に対してよりか母親なんですよ。母親はね、触れられるの嫌だったんですよ、戦後は。だからよく覚えてるのは、その戦後同期の方の隊員の方が見えて、あの弔問に来てくれたりすると、昔の話されると辛いそうだったんですね。母が亡くなった後、遺品を整理していた優作さんは仏壇の中から一枚のレコード盤を見つけました。はい、先生、先生、そして長い間半身でくれた泣きを学校よ。時間が経つとこういうふうになっちゃうね、うん、アルミ板の上にこう母の遺品から見つかったレコード盤には太郎さんの肉声が残されていました。父福次郎さんは広告店を経営していました。広告店にはスタジオがあり、肉声はそこで録音されました。兄が入れた時期はなんか、まあ、多分帰ってきた時だと思うんですよね。自分のうちでできることで、父がやってる仕事ですからね。
できることで勘がついて言葉で残したって僕はね、やっぱ兄の執念ですよね。これレコード盤は割れて聞けなくなりましたが、優作さんがカセットテープに録音し直し保管していました。2分35秒の肉声です。そして長い間育んでくれた町を学校よ、さようなら、本当にありがとう。そんな我が物のよくもは本当にありがとう。僕はもっともっといつまでもみんなと一緒に暮らし楽しく暮らしたいんだ。愉快に勉強、みんなにうんとご恩返しをしなければならないんだ。春は春風が都の空に踊り、みんなと川辺に遊んだって、夏は宇治神様のお祭りだ。神楽ダンスが溢れている。昔は懐かしいよ。秋になればお月見だと言って、あの崖下に敷地を取りに行ったね。あそこで転んだのは誰だって形だ。雪が降り出してみんな大喜びで外を出て雪がしてんだ。昔は懐かしいな。そうやってみんなと愉快にいつまでも暮らしたい。喧嘩したり争ったりしても心の中ではいつでも手を握り合って、いつまでもみんなと暮らしたい、そう繰り返す太郎さん。このあと強い口調へと変わっていきます。しかし僕はこんなにも幸福な家族の一員である前に日本人であることを忘れてはならないと思うんだ。日本人人物の中には3000年の間に失われてきた先祖の遺物が脈打っているのだ。鎧兜に身を固め君の場面に一員した物の日の延べの舌を彩ったと同じ匂いの血が流れているんだ。そうして今本的牛で人の一本の御言葉を下された10月8日のあの瞬間から、我々青年は女性の全てを祖国に捧げべき輝かしき名誉になったのだ。人生20年、女性に費やされる経歴の全てをこの一本の一本に捧げよう。本的実情せよ。親父のおじいさんのひいおじいさんの気が叫ぶ全てを乗り越えて、ただ勝利へ。行くぞ、やるぞ。せっかく人々よ、我らの町跡の守りに、大東亜の建設に、白髪を染め、弱いを天に返して健闘せられよ。また、幼き者よ、我らの釜の王と踏み越え、宗教を煌めかして進め、日照期を翻して前進せよ。日本のご命令である日本人の違うだ。東亜に支えられ、祖国に一本。我らは今と以下、南の海に、北の島に、全ての名前を付けて戦う、大東亜の天地が呼んでいる。10億のための希望の人に招いている。みんな、さようなら、元気で行きます。家族を思う心。国に準ずる心。二つの心を残しました。昔は懐かしいよ。秋になればお月見だと言ってあの崖下に敷地を取りに行ったね。あそこで転んだのは誰だって形だ。これ両方本当ですよね。それは誰じゃってね、それは俺国のためにね、あるいは日本のこれから続く国民のために頑張らなきゃならんと、そのために俺はその先盛りになるんだという気持ちで いるとしてもですよ、ひょっとする時にはいやもっと生きてえなと、もっと長く世の中をずっと続けて見ていたいな、これ誰しも思うんですよ。これだからね、その2つの気持ちはお互いがこうないまぜになって自分の一人の心の中にあるんじゃないでしょうか。それが当たり前だと思いますな。それが僕はね、いやそんなもう死を覚悟してるから私はね一人もね一切恐れませんと、そういうことを言うやつの方が僕はエセ人間だと思いますよ。これが本当だと思う。大東亜の天地が呼んでいる。地獄のためは自分の人に招いている。みんな、さよなら、元気で行きます。
ね、一生懸命になって自分を説得してるんですよ。自分を説得してるんですよ。本当はね、嫌なんだけども、ね、行かなきゃならないんだぞと、というのね、あれでね、矛盾のままですよ。矛盾のままですよ。その矛盾のまま、その矛盾を抱えていったんですよね。うん、だけどもね、こう言いたくなりますよね、こういうね。今の人あれを聞いてどう思うだろうな。大洲島の回転記念館には搭乗員の遺品など回転に関する資料およそ1000点が収蔵されています。去年5月新たな資料が公開されました。太郎さんの肉声です。回転記念館の中には遺品その関係、つまり遺書とか画像とかたくさんありますけど、どちらかというと性的な資料になろうかと思うんです。そういった状況の中でやはり動的な資料も欲しいなというふうに思ってました。塚本少尉が残された言葉というのがございまして、お父さんの優作さんにそのあたりをお願いしたいところ快諾をいただいたということで、ここに設置したということになります。太郎さんが眠る東京谷中、優作さんは肉声を回転記念館に寄贈したことを兄に報告しました。戦争が映画の中のことにだんだんなってきていることは事実ですからね。肉声の様子をですね、ぜひ紙じゃないところで知ってもらえるというのはありがたいですね。あとは僕はね、聞いていただいてね、その個別にですね、それぞれの方が兄の問いかけに答えてもらいたいと思うんですよ。あなたは戦争が好きで行ったんですか、どうで何したんですかってことを自問自答していただくことでね、肉声を聞くことで、まあ、いわゆる五感に働いている相手だってことです。エスラモトラではないってことですね。それを人間として察知してもらえたら非常にありがたい。肉声が残ってるんだね。最初は、まあ、本当に最初聞いてると21歳らしい家族が好きで、こんなこともやった、あんなこともやった、本当はあんなこともありたかった、だけど日本のために国のために自分は今後こうやっていくっていう、もうせざるを得ない状況だったのか。なんかそうだな、こうやっぱみんながそう言ってるから自分もそう言わなきゃいけないみたいなのもあったのかなっていうのも思うし、まあ、どっちが本当というか、なんかどっちも本当な気がしていて、家族のことも本当に思ってるし、でだけれども、まあ、後半もなんか別に嘘ではないし、なんかこう弟も妹もいて両親も残されてる、元気だみたいな中で、やっぱこういうのはもう仕方ないのかなと思いますね。前半かなって思います。
やっぱ死にたくないんだなっていう気持ちはあるのかなって思います。愉快に勉強したり、もっともっといつまでもみんなと一緒に楽しく暮らしたいんだっていう部分を聞く限り、やっぱまだみんなとは一緒にいたいのかなと思いました。そうですね、もうこちらの方というよりこの後ろにおられる親の心境でちょっと感じますね。もし自分の息子娘がまあこのような言葉を言って戦地に行くっていうのを親の立場で考えるとすごい辛いですね。私的にはどちらも多分自分のその中の自分の家族に対する思いの部分と、まあ、国を思う部分と、まあ、どちらも本心であり自分の思いであり、ただこういう状況になって発してるっていうのはなかなか辛いなと思いますね。できれば後半部分は今の世の中では言いたくないですね。航空自衛隊防府南基地の新人たちです。多くの若手自衛隊員が研修で開店記念館を訪れています。やはり家族を守るってことを前提に一番戦っていたと思うので、家族を守るっていうその信念だけで回転に乗って出撃したと自分は思います。自分も前半にはなると思うんですけど、最終的にはやはり日本のためにと思う気持ちもあると思うので、家族を守りつつも日本を守るっていうことを頭に置きながら出撃すると思います。入るときにもうそういう覚悟を決めて入ったので、いざ出撃命令を出されたときには自分も、まあ、この文章の前半部分の気持ちはあると思うんですけど、やっぱり国のためにという気持ちを持って出撃すると思います。これの意の58もあと志同じ心に回転特別攻撃隊として入れます。この図より命の玉を切れまつげる集めらは御国の毎年回転の日に祈りを捧げる人たちがいます。中村夏也さんと清住君四郎さん。感謝の気持ちは僕はもうだけ慰霊というよりは感謝のね、もうあの人たちのおかげで生きてられるんやから、ありがたいことですよ。二人は回転を乗せる潜水艦の乗組員でした。中村さんと清澄さんが乗り込んだ潜水艦からは5人の若者が回転で出撃していきました。その最後を見送りました。100人の艦桶に乗ってるんやからと思って、死ぬことには何とも思わないでほしい。もうこんなんあってんだ。そうですね。そうですね。残されてたんですね。またるピン。私は自分私の耳に残ってるだけ。ああ、そうですね。言葉がないな。いや本当。
僕らはこういう言葉はというか連な、まあ悪く言えば洗脳されとったというかね、僕らで言えば悪く言えばよ、まあその証拠に僕らも、まあ、死ぬというというかね、これは死ということはちっとも怖くもなかったしな、それで僕らもよ。まあ、ずっとそういう、まあ、とにかく、ね、教育を受けてこられたんでしょう、言葉がね、うん、すごい、ああすごいもう残してたな、うん、これは 大切にしてもらいたいな、はあ、すごい、この方はここでどこに写真があるんですか、はい、ここには どこの写真 あります、うん、あ早かったんですね、はい、こちらの方だったら、はい、20年の1月21日ですね、はい、はい、ね、うるしいだいたいこれこちらから早い順でこう言ってるんですけどね、そうですね、はい、そうですね、ほいでも、はい、なんでしょう、あの手柄というか相手のアメリカの船を沈めたわけではないんでしょう、そうですね、ね、僕の資料では あのなんか船長が乗る国と一緒に亡くなられてるんですよね、うん、ということは残念だからな、うん、ご本人はね、でもこうやって今日あれですよ、清澄さんなんか来てくださるからですね、やっぱりあの塚本大夫もですね、すごく喜んでおられると思いますよ、はい、そうですね、そうやって当時の人たちが訪ねてくられることを一番喜んでおられるんじゃないですかね、うん、戦争はいかんな、本当にありがとう。愉快に勉強、みんなに運とご恩返しをしなければならないんだ。女性の全てを祖国に捧げるべき、輝かしく見えるようになったのだ。全てを乗り越えて、ただ勝利へ。行くぞ、大丈夫。やっぱりあの戦争についてね、その回転の作戦についても若い方に知ってもらいたいですね、あの状況でこういうふうになったんですけど、そういう状況にとならないようにしてもらいたい、これだけの周りにいる家族がたくさん嘆いたわけですから、ただ兄に会えたっていうのは嬉しかったですよ、この時みんなあの真摯なっていうか真剣な思いをしてたんですね、こういう辛い別れを二度とあの他の方にさせたくないですね、
いつまでもみんなと暮らしたい。国のために命を捧げよう。二つの心を持たなければ生きていけない時代がありました。大津島の海からは今本当の叫びだけが聞こえてきます。こうやってみんなと愉快にいつまでも暮らしたい。喧嘩したり争ったりしても心の中ではいつでも共にぎわって